東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の橋本会長が先ほどから会見を開いています。いよいよ来週25日聖火リレーグランドスタートとなります。東日本大震災から10年、福島県 J ビレッジをスタートすることに大きな意義があると思います。希望の道をつなごうというコンセプトを体現し、日本全国でつないで7月の23日の開会式を目指していきたいというふうに思っております。121日間にまたがる大規模事業となります。最も重要な呼びかけは密状態での感染自粛を皆様にお願いしたい点です。沿道にて観覧の皆様にはフィジカルディスタンスの確保をお願いしたく、また組織委員会としても皆様に安全に聖火リレーをお楽しみにいただけるよう呼びかけを徹底してまいります。参加するランナーだけではなく、受け入れていただく地元の皆様にとっても安全安心な聖火リレーを実施すべく、引き続き各都道府県実行委員会の皆様とともに緊密に連携して準備に努めてまいります。最後にジェンダー平等推進の取り組みについてであります。22日月曜日に組織委員会理事会を開催いたしますが、この理事会に先立って新しく理事にご就任をいただいたライター京子氏にオリンピック憲章とジェンダーについてのご講演をいただき、理事幹事の皆様のほか、評議員、組織委員会職員、パートナー各社の皆様にも配信し、理解を深めていく予定です。つい先ほど始まった会見の模様をご覧いただいています。そして明日組織委員会の橋本会長、東京都の小池知事、また IOC のバッハ会長らで5者協議が行われまして、この場で海外からの一般客受け入れの見送りが決定される見通しとなっています。